はい、今回の動画は Windows 10でノートパソコンに搭載されているバッテリーの現在の状態を確認する裏技をご紹介します。で、ノートパソコンを使っていて、どうも最近ちょっとバッテリーの持ちが悪くなってきたなといった時に、そのバッテリーの状態をですね、確認する方法がですね、Windows 10にはあるんですけども、例えばですけども、Windows 10の設定の画面のところからですね、簡単に見れるものではなくて、ちょっとね、裏技的なですね、確認方法になりますんで、今回の動画ではその手順をご紹介します。それではまずはコマンドプロンプトというのを開かないといけませんので、スタートボタンのところをクリックをしてもらって、このアプリの一覧のね、画面を少し下の方に下がっていってもらって、この Windows システムツールというところですね。なんでこのダブルのところまで下がってきてもらって、この Windows システムツールをクリックします。はい、そうするとこの中にこのコマンドプロンプトというのがありますんで、こちらをクリックをしてコマンドプロンプトを開きます。で、まず最初はですね、このコマンドプロンプトの方にこちらのですね、コマンドを入力をしてください。で、このコマンドの方はこの動画の下の概要欄のところに入れておきますんで、そちらをね、コピーして使ってください。で、コマンドを入力をしたらエンターキーを押します。はい、これでドキュメントホルダーというところに移動した状態になりますんで、さらに続けてですね、こちらのコマンドですね、このコマンドも動画の下の概要欄の方に入れておきますので、そちらをね、コピー&ペーストして使ってください。で、コマンドを入力したらまた同じくエンターキーを押します。はい、そうするとね、下にね、これ出てきましたけども、バッテリー寿命レポートがファイルに保存されましたということで、これでですね、ドキュメントホルダーに HTML 形式でこのバッテリー寿命レポートっていうのが保存された状態になります。で、こちらの画面が表示されたらね、このコマンドプロンプトはもうバツで閉じてもらって、で、ドキュメントホルダーの方を開いてください。なので、タスクバーとかにあるエクスプローラーの方を開いてもらって、このドキュメントホルダーを開きます。はい、そうするとこのドキュメントホルダーの中にこのバッテリーリポートっていうね、この HTML 形式のファイルが保存されていると思いますんで、こちらをね、開きます。はい、そうするとここで現在のね、バッテリーの様々な状態を確認することができますんで、この最近のね、バッテリーのね、どんな感じで使用しているのかっていうのがね、見れたりだとか、あとはこのバッテリーのですね、現在のその容量のね、確認ですね、この辺のですね、遍歴もですね、こう見ていくことができますし、あとこのバッテリーの寿命の見積もりなんかもですね、こちらで見ることができますんで、ちょっとね、最近ね、ノートパソコンのバッテリーの持ちが悪くなってきたなといった場合はですね、一度ね、こちらのですね、機能を使って、現在のね、ご自身のバッテリーの状態を確認してもらうといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。